生日前で喜び踊ろう。全てしわみ手の中で駅とされる。シンシン喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。全ては無駄に終わらない、あなたに不可能はない、主の時は遅れない、心配は必要ない。今は目に見えないけど、主の言葉を握りしめ、主がいつも共にいるから、勝利はこの手にある。だんだん主の御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。心身喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。もう一度ダンスダンス。だんだん主の御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。心身喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。ハレルヤ。19番のハレルヤアドナイ。ハレルヤアドナイ、天皇の神。ハレルヤアドナイ、いとたかき神。ホザナホザナ、神の子羊。ホザナホザナ、栄光主にあれ。ハレルヤアドナイ、栄光と誉れ。ハレルヤアドナイ、受け取りたまえ。ホザナホザナ、神の子羊。ホザナホザナ、栄光主にあれ。ホザナホザナホザナ、神の子羊。ホザナホザナ、栄光主にあれ。私は
は癒された。ああ、十字架、十字架、我が全ての罪清め、流された血潮で私は贖われた。我が罪のためにイエスは十字架にかかられた。全ての罪清め、流された血潮で私は贖われた。十字架、ああ十字架、十字架、我が全ての罪清め、流された血潮で私は贖われた。私は贖われた。ハラレバラサンデララバラバラ、オラレバラバラサンデララバラバラバラサンデ。私はすべてのことを知っています。安心しなさい。あなたが思い煩わなくても、私はすべてのことをすでに知っている。と主はおっしゃいます。私の手の中に委ねなさい。その時あなたは自由になる。そのことに縛られて思い煩うことをやめなさい。そのことを私の手の中に委ねて自由になりなさい。私はあなたよりも正しい判断を与え、あなたよりも正しくそのことに対して対応していることができます。その私の手の中に委ねなさい。あなたの心を私にしっかりと向け、すべてのことを横に置いて私を礼拝しなさい。その時私はあなたの内側に平安と喜びを返し、再び言葉を与えていこうと主は仰せられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離してはなりません。あなたのうちに良き働きを始められた主は、その事柄を完成まで導いて行かれます。それをこの方に目を留め歩み続けていきなさいと主は言われます。私は全能の神である。私は無から有を作り出す神である。私に不可能なことは一つもないと主は仰せます。私には不可能なことが一つもないと主は仰せます。その私に委ね、その私を信じ、その私により頼みなさい。確かに忍耐が必要です。しかし私の時は遅れることなく必ずやってきます。無から有を作り出すことのできる、その私により頼みなさい。その時私はあなたに大いなる幻を、大いなるビジョンを与えていこうと主は仰せられます。ガリラヤですね。イエスはこの地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれた地、栄光とこしえ。ガリラヤ、ガリラヤ、主が選ばれたこの地。ガリラヤ、ガリラヤ、臨在み
エスはこの地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれた地、栄光とこしえに。ガリラヤ、ガリラヤ、主が選ばれたこの地。ガリラヤ、ガリラヤ、臨在満ち溢れる。ガリラヤ、ガリラヤ、ガリラヤ、主が選ばれたこの地。ガリラヤ、ガリラヤ、臨在満ち溢れる。臨在満ち溢れる。あらららららら、さらら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 、あらららららら。すぐに答えられないからといって簡単に投げ出してはいけません。神の時は多くの場合、あなたにとって遅く感じます。しかし私の時は決して遅れることなく、やってくると主は言われます。求め続けなさい。願い続けなさい。あなたの求めは聞かれており、あなたの願いは届いています。人の言葉に振り回されて、私の言葉を見失わないように気をつけなさい。人の判断は正しいように思えて、多くの場合、後で混乱をもたらします。しかし私の言葉は、とこしえに変わることがありません。私の言葉を聞き、その言葉に立って進みなさい。その言葉はあなたを確かな牧場へと導き、あなたを確かなところに立たせてくれると主は恐れます。日曜日の礼拝に、私の特別な恵みがあります。この礼拝の中で私はあなたに語り、あなたに触れ、あなたを癒そう。私に期待しなさい。私はこの時間を特別に性別し、この時にあなたになすべき技があり、語るべきことがあると主は仰せられます。このあなたは今まで、このいろいろな方法を試みて頑張ってきました。この思いはつらい、さまざまな事柄を考えて解決しようとしてきました。しかし、この時、この一時に励みなさい。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するというこの一時を、この一時にかけていきなさい。この神の言葉にへり下り、この事柄を全うしていく時に、今まであなたが体験したことのない解決の道を、あなたは歩むようになると、しわ寄れます。栄光を私たちの神に着せよと、私がこの念頭に語った言葉を心に刻みなさい。あなた方はこの年、私の栄光を見ます。それは私の栄光です。それを私に返していきなさい。境内において、健康の問題において、心と体において、人生において、家庭において、職場において、学校において、あなたが使わされたその場所において、私の栄光を見る。救いにおいて、癒しにおいて、そして奇跡において私の栄光を見ると主は仰せます。私はこの栄光をこの年豊かに表していこう。あなた方はその栄光を私に聞きなさい。その時私の栄光は現れ続けていくと主は仰せます。この国には人に栄光を返そうとする非常に強い力が働いています。あなた方はしっかりとイエス・キリストの御名に私に栄光を返しなさいと主は言われます。少し古い歌ですけれども、栄光はあなたのもの。
主よ栄光はただあなたのもの、あなただけが様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。聖なる神様、あなたを心から賛美いたします。三位一体の誠の神が今日もここにいてくださることをありがとうございます。すべてを知って私たちを癒し、溶かし、強め、包んでくださっていることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心から感謝いたします。今日この礼拝に集われたお一人お一人をありがとうございます。オンラインで共に礼拝しているお一人お一人を心から感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちを励まし慰め、神の言葉によって私たちを生かし、あなたが用意してくださっている癒しと解放、勝利と祝福を共に豊かに具体的に見ていくことができるように、御言葉の技を豊かに表してください。語る者聞く者も減り下ります。どうぞ御言葉を通して語り触れ、あなたの御業と御栄光を豊かに表してください。ただただ主に期待いたします。ただただ主により頼みます。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしましょう。ハレルヤ。どうぞお